毎日毎日ね、暑いですけど、屋外での撮影っていうのはね、もう朝か夕方じゃないと、もうとてもじゃないけど、暑くてできませんね。そういった中ですけど、今日はですね、我が家にある、まあ大体自分が多肉をコンパクトにね、育てる方なんですけど、今日はうちにある比較的こう大きいやつ、そちらのね、苗を紹介しようかなというふうに思います。まずこれ、隣のこちら、ここら辺があれですね、これが A の3じゃな。これが、A25。だからそれから比べると随分大きいですね。これでどれぐらいか、ブラッドリー。これで A の45か。これが A の45。ブラッドリー。こういうね、小株2つ出てきてます。で、こちらがシャーロット。サイズ感は一緒かな。サイズ感は一緒。赤く染まってきました。こっちが先輩。大きいけど後輩ですね。後輩の方の苗。先輩後輩。比較するとこんな感じ。うん、いい色です。で、これがルナソーラーですね。粉吹いていい感じ。これがソンヨウン。ソンヨウンはやっぱり、あれですね。鉢をでかくすると、やっぱりその分大きくなる。ここはまたね、まあ、さっきのシャーロットみたいに比較で見れるんやけど、ソンヨウン、ソンヨウン。これ、ソンヨウンって書いてるけど、亡くなったね、ウサジが。いや、結局これソンヨウンですよってことで教えてくれました。ね、これ。こんな感じ。これこう粉吹いてね、水とかかけるとこうオレンジ色っぽくこうね、なったりします。こちらのがね、後輩なので、大きいけど、こう、赤みがないというかね、うん、そんな感じですね。緑が強い。こういうもの。これがね、愛知で買ったやつだな。コッペリアか。コッペリア。確かそれよ。コッペリア。はい、こういうの。これもこう、小株がね、こう出やすい。あちこちね。こんな感じで、出てきてます。ね。で、これがマディバ。一回ね、悪くなりかけたんすよ。うん。あ、悪くなったよね。けど、まぁ、こんな感じでね、復活途中。これはそんな感じやな。これちょっと大きいね。これまぁ、A45 やったかな。さっきのブラッドリーとかと一緒で A45 やけど、これはね、素焼きに色を塗ったやつ。素焼きだけだと乾きすぎるんで、ちょっと塗ってもね、こうやって塗れば、これがこう穴を多少なりとも塞ぐっていうね、そんな感じになります。これもそうですね、こんな感じ。あとはちょっとね、移動しましょうかね、大きいやつね。まあね、ほとんどがね、この A25。このサイズ感なんですけどね。まあ、こちらちょっと大きいですかね。これちょっとね、名前忘れたんですよね。多少水不足、しなしなとなってる。これがルビーティント。これもね、エイトベースさんか。少し水不足ですね。うん、やっぱこちらもね、大きい鉢に植えればやっぱ大きくなると。でこれが、何やったっけ、スピアか。スピナ。ちょっとね、歯にベタつきがあるんで、こういう風にこう、なんかな、これ、タンポポのあれじゃないけど、こういうね、ベタつきがあるので、こう飛んできたら、こうなんかね、歯にくっつくと。これとか、ちょっと水を浴びすぎたかな。歯をね、こんな感じで落としてます。それか、少々水不足かもしれん。水不足の方が強いかもしれんですね。これがね、ルエラやな、ルエラ。まあ、これもルエラなんですけど、枯葉を取れよってね、言われそうです。水、ちょっと自分水厳しめなんでね、こういう風に枯葉が多いです。ルエラが、大きいとこんな感じやね。これ桃太郎が、これが A の30かな ?A の30。
30ぐらいやけど、これが、代わりにね、育ててみませんかって友達がね、里子というか、まあ、預かって育ててる、これがカンテとシャビアナの交配。これはですね、ファクトリーさんの苗になります。で、桃太郎と比べてもこの大きさ。これなんぼかな。ちょっとサイズ感がかなり大きい。やっぱりね、水好きでね、カンテはね、大きいやつに植えると、まあね、さっきからも言ってますけど、やはりそれなりね、大きくなってくる、そういった感じです。まあ、多肉もね、そこそこ持ってるんで、あちこちに置いてますけどね。これがね、北九州で買ったな、イベントでね、コロラータラウイデカイス。これもちょっと枯葉がね、かなり出てきてる。ね。こんな枯葉。撮影しながら、辛い。やっぱこういうね、粉がつきます。まあ、粉が取れても、日光ね、日光をきっちり浴びると、粉ってすぐね、復活しますんでね。はい。上から水をやって粉がね、なくなるとかなんか言って、心配される人もいますけど、日光にさえきっちりね、当てとけば、はい、粉っていうのは、すぐ復活します。だからなかなか粉吹かないのは逆に言ったら、取りにくい。火が足りてない。そういったことがね、言えるのかなというふうにね、思います。撮影しながらの枯葉取りは難しい。はい。これ結構大きいですね。これが、ほら、A の50 サイズですね。で、こちらがですね、これがね、ナチュラさんのイベントやったな。そこで買った、大津さん苗。ね、大津さん苗も、A25 中心ですけどね、これちょっと大きかったんですね。で、ラウリンゼアフィニス。珍しいタイプのね、交配。アフィニスがね、黒くなるやつなので、ね、なんか独特感。ちょっとこういう風に小株結構大きくなってるんで、1,2,3,4,5 個ぐらい出てきてますかね。だからこれもちょっと季節が良くなったらですね、カットしてちょっと植え直して、これが斜めってますからね、斜めってるので、はい、こちらの方ね、また綺麗に仕立て直しというか、植え直しですね。して、やるといいのかなっていうね、そういうふうに思います。まあ以上ね、まあ黒胞子とかそういったのは背がの伸びるんで、まあ大きくなるんですけど、エケベリアでどうかなって言ったら、うちの大きいやつはそんなとこですかね。はい。まあ、これね、アマビレとかゴロラータ。これしばらくね、室内の LED で育ててたシコンヌや赤鬼、青鬼ですけどね、他のやつとね、こう定期的にローテーション、外に出したり、また中に出たりとかですね、そんな感じで、やってます。これもそうやったな、ブラックサバスありますけどね、ブラックサバス、これがブルーバニラやったけど、これもね、一時、ですね、LED でやってたけど、今は、ローテーション変えてですね、他のやつとね、変えて、今はこういうふうにね、東側、風通しのいい東側、こちらの棚で育ててます。はい、ということでですね、今日の動画は、我が家にある、大きい多肉の紹介ということでお届けしました。動画をですね、いいと思っていただけましたら、チャンネル登録や高評価いただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。